仮面の忍者赤影第2部万事党編3つの鐘争奪戦。織田信長の活躍した頃、海を渡ってきた機械な妖術者の群れがギラマンの鐘を求めて各地を襲撃した。世界制覇を狙う万事党の仕業である。強烈なエネルギーの製法を秘めたギラマンの鐘3つ。日本の平和を願う信長は万事党の野望を粉砕すべく吉良の国から仮面の忍者を呼んだ。その名は赤影参上。信長に呼ばれた赤影たち、世界制覇を狙う万事党、うつぼ忍君、ギアマンの鐘の秘密を握るペテロ、ゼウス、サタン、マリアの3つの鐘、これの争奪戦になるんだよね。今回はうつぼ忍君、知らぬ一点カトンの術を使用、ファイヤーで火に燃えるんだよね。うつぼ忍君、魚鱗留白、水遁の術使用、甲賀源要塞率いる万事党、空飛ぶ円盤大万事万事党精鋭忍者のうつぼ忍君、そして万事党の家人ですね。うつぼ忍君は黒木、自身を小さくできます。うつぼ忍君黒蔵地、パラソルで飛ぶんだよね。インポをつむじ風、白影のタコとやり合ってたね。傘が飛ぶって発想いいよね。少女左近の忍法張り文句面白い。ウツボ忍君ムササビ道剣、名前通り巨大なムササビに変身します。ウツボ忍君不死身の魔老女、幻陽祭もおパパと敬う、毒を使ったり若返ったりします。大魔人、何でもありの赤影だよね。空飛べば第1部第2部で激突の2人ですね。赤影と幻陽祭、ギアマンの3つの層、金争奪戦、空飛ぶ大魔人など、赤影第2部マジ当編解説したよ。